はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は群れを増やしていくゲーム、やっていこうと思います。ホールドット IO とか、クラウデッドシティとか、ああいう風に群れをどんどん増やしていくゲームの羊版が、出たらしいので、じゃあ早速やっていこうかなと思います。ほう。この青は？青捕まえよ、青捕まえよ。青、これ違うのか。これ青プレイヤーか。名前が書かれてないっていうか、俺の友達がいないぞ。あ、友達いた。友達作りたい。めちゃくちゃ野良羊いないよ。もっとたくさんいないのか。やばいやばい、取られる取られる取られる。よし。あの羊殺そう、ま。もうちょっと力蓄えるか。力蓄えて、待て待て、よーし。白くなった。じゃあ、あいつに集めさせて、こいつ、あれだな。俺の下請けだな、こいつは。下請けに集めさせて、俺が、うまい指導すると。今17匹。なんか、こいつ、友達いない組だな。友達いない組もいるんだね。17匹いる。ちょっと待って、俺は22匹。オッケー、食える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 。うわー、食え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 。よし。はい、下請けさんご苦労です。なんかめちゃくちゃ気持ち悪いんだけどな、この目が。あー、この辺結構でっかいのいるな。野良の羊探すよりも、下請けから回収してった方が早いね。いや、野良羊の数もここやべえ。えげつない数いる。よし。全部取った。よし。下請けさん。はい、下請けからちょっと回収した。これで71匹。絵面やばいな。おい、待ってくれ。取り立てに来たよ。あ、35匹。こっちのが美味しいな。いやー、でも80匹か。よし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 。いける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 。100匹、あー、マジか、97か、ゲームオーバー。あ、なにこれ、なんかブーンとか言って、あ、速くなったのか。あ、ちょっとずつこれレベル上がっていくのか。あー、少しずつレベル上がってって、どんどん敵も強くなるのか。さっきの敵はそんなに良くなかったと。フランチャイズ野郎全部食い殺そうぜ。あ、で、セブンイレブンはフランチャイズって言って、まあ、一般の人にもね、セブンイレブンやっていいよって言ってね、出店するけど、出店して大きくなったらね、そのお店が大きくなって売り上げが上がってきたら、こう隣にセブンイレブンの本家本元がやってきて、売り上げをね、搾取していくみたいな、いうことをね、やるらしいんだ。この羊も結構フランチャイズ系だから、やばい、オーナー店いる。15時ちょっと叶わない。よし、9いる。おーい、フランチャイズ。よーし、よしよし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。回収しました。26匹。これは6匹。あ、まぁ、ちょっとしょぼいけど、一応回収しとくか。19匹、いいね。やばい、そこ回収しちゃうな、そこ回収しちゃうな。よーし、OK。あぶねえ、こいつら合体したら終わってたな。自動でこいつら回収できるわけじゃないのか、よし、もっと。OK、いいね。いいですね。今回も勝ちかな。オーナー店の勝ちだな。あ、もっといないですか？売り上げ上がりそうなところにお店持ってる人、あ、持ってるね。回収しまーす。奴隷だな。一生奴隷ってやつだな。フランチャイズ店は。あ、21匹。あ、いい売り上げ出てるじゃないですか。ちょっと待ってください。あと8秒だよ。逆来い。いや、俺のが若干、よーし、追いついた。よし、回収よし、103。いいね。おー。キモ。マジキメ。これ、何が起こるんだ、これ。キミ？また速度上がった。相当速度上がってるね。これ、一時的なものなのか、この速度上がるのは。なんか一時的っぽいね、これ。やばい。回収される。やばい、ちょっと待って。6は追えないし、手に追えないし、ちょっと待って。どうしよう。ノラ集めるか。ノラ集めてあいつと戦わないと。やばい。回収される。12来てる。完全に殺意マックスで俺の見とんだ、こいつ。あ、6だったら回収できるね。よし。よーし、OK。あいつと戦い挑めるぞ。14。ダメだ。あと1足りない。あと2足んないのか。まずい。16になってる。ちょ、膨らんでる、こいつ。よし。20匹だ。おい、待て。そこまでだ。死ね、フランチャイズ。よし。最もな強敵は潰したな。あとこっちか。これでも多分、ね、速度速くなったりしてないよね、これ多分。永久にこれ。おい、ちょっと待って、ふざけて、おい、ちょっと待って、ちょっとどいてくれませんか。進めないんですけど、すごい重たくなってる、めっちゃ。くそ重くなってるよ、なんか。どいてくれ、古文が反乱起こしてる、完全に。よし。いいね。あんまり俺止まりすぎたらダメだな、ほら。遡ったらほら、ちょっと止まるんだよ、若干。なんか俺、つつかれまくってて。回収しよう、こいつらから。でも120行きたいよね、新記録の。110ぐらいまで行ってるから。100、大台の100乗らなかったな。やっぱフランチャイズもある程度大きくしてからじゃないとダメだね。ベスト109か。何なんだろうね、こう、かける5って。いや、こう、めっちゃ速くなった、今。クソ速いんだけど。ちょっと待って。あ、寂しいな。まずは小さな組織から始める。組織論ってやつだな。あー、ここら辺ちょっといっぱいいるから、ここで増やそう。大きくなってるやつがいそうだな、なんか左の方に。あのフランチャイズを吸収したいね。とりあえずちょっと真ん中の方行ってみるか。さっきやばかったやつはどこ行ったんだ？なんか俺を食い潰してったやつ。あいつ許さねえ。19か。そろそろ食えるだろ。待て。よーし。夢の120目指す、絶対これ。ワールドレコード120だから、ワールドレコード突破してみせる、俺は。あ、これなんか、たむろってる、ここで。よし。いいね。なんかめっちゃたむろってるやついる。やばい。クソ持ってんぞ、あいつ。27。全部もらうわ。悪いな。はい、全部もらっていきます。もう、集客し尽くす、こいつらは。オーケー。あとよろしくな。あと左下あたりか、行ってねえの。あと18秒か。あー、でも、こ
ここら辺回収すればだいぶ溜まるんじゃないか。あーマジで120いかねえやこれ。おったー、ベスト100超えないねー。これさ、いろいろさ、50溜まってるね。カスタマイズできるんだよ、これ。ウール、紫、アンロック。頭、頭真っ赤。これは気持ち悪いね。あー、なるほど。こういうのもあるのか。あ、クッション？あ、ダメだ、もう。あと5足んねえよ。なんとしてもこれアンロックしよう。あ、でもこれ見やすいね、若干。若干見やすいから、これでとりあえず1回1位を取る。できることならワールドレコード120突破を目指して、そして、クンシャンスキンをアンロック。待って待って、その16人、待ってくれ。いや、でも1人相手にやっぱ追い続けてもしょうもないのかも。は？は？は？まあ、ここからだから。言うじゃん。受験は夏からなんやって。やっぱ夏を制する者が受験を制すって言うからね。だからまだまだ、受験で言えば。まあ、受験で言えば今、12月ってとこだな。12月 E 判定。まあ、来年行くか。別に一生って長いしな。長い人生の中のたった数ヶ月みたいな。ちょっとやめろ。おい。もうやめろ。いい加減にしろ。行くか！行け行け！ビュイーン！ちょっとライバルに差をつけるぞ。全然友達いない。え、全然友達いないぞ。まず草の根運動からだ。雑魚を吸収しなければならない。やばいやばいやばい。力つけてる、力つけてる。よし。からの6匹で、5匹で生きがってた雑魚いたぞ、ここに。7匹になってる。が、大丈夫。俺がいただく。それをいただけば、割と。よし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 。はい、もうこれ勝ったも同然です。この段階でこれだけ差をつけてたらね、敵はいないね。大丈夫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 。多分こいつが最大クラス。そしてこいつを吸収すれば、俺に敵はいない。よし、いいねー。あとはワールドクラスアタックか。あとはあいつだな。やっぱちょっと、こいつらも、多少ほっといた方がいい説あるよね。このこいつらも。なんかこの集めてくれてる子たちも、多少ほっといた方が、むしろプラスってのあるかもしんないね。全然いないところじゃない。だからこの11もこれほっといた方がいいかな、もね。育成するまで待つみたいな。すぐ収穫して、すぐ金に変えようとしてるから、もっと投資の時期っていうのは必要なんだよね。どこにいる？あー、いらっしゃった。あ、これいけんじゃねいけんじゃね、いけるでしょいけるでしょいけるでしょ ?120 いけるんじゃね、待て。いや、いや、分け。お前、邪魔だして、周りが。とはいえだ。クンシャンにはできる。カスタマイズで。よし。は？え？さっき20ではなかった？もしかしてゲームオーバーしないと反映されないみたいな。視聴者の何人が今気づいたかな。俺が今、うーって言ったのって、ウールって言ったんだよね。そういう冗談だったんだけど。誰か気づいたやつがいるかな。おかしいなぁ。反映されてなかったみたいなって感じか。とりあえず1位取ろう。たわいもない雑魚ばかりだな。いや、あいつはあえてほっとく。最後に回収に来てやる。25はちょっと育成しとく。あと30秒だろ。で、ここの一気に回収。そして、で、25一気に取る。多分25以上になってるはず。てか、いないっていう選択肢が一枚目。よし、33、これ。いけんじゃねいけんじゃねちょ、待って。遅い。変わるのがめっちゃ遅い、お前。119、マジか！くっそ、マジで。マジか。ちょ、一回クイッとしてみよう。増えてない、やっぱり。なんとかしてワールドレコード取るか。それしかないな。よし、行くぞ。この中湧くから、絶対湧く、数匹は。おい、湧け！なぜ湧かん？よし、湧いた。こいつもらうか。右のは、どんどん収穫しよう。右はどんどん収穫。そして、左は貯めていく感じで。左は貯めよう。左は最後に食う。右はもうどんどん収穫するぞ、俺。右はこのね、野原の奴らがいるから、この野原勢は多分収穫されないんだよね、こいつらは。定期コースを通ってないんだよね、多分この人たち。定期コースを通る奴は、こう、なんかフランチャイズ店に任せて、あんま出店しにくい場所は、俺が潰しに行くと。そういう感じだな。全然まあ26しか行ってないように見えるけど、これ実はこれ最適解を俺はしていると自分では思っている。よし、これでね、これ左に行ってみましょうと。ほらね、これ24、収穫するとここ。よし、いいね。そしてここで、残り25秒、23秒であるが、ここで、30を、これ収穫すると。よし、いいね。よし、いけんじゃねえ、ワールドクラス。あと一匹、おい、待て、よし、イエス。ワールドレコード、どんなもんじゃ。やったべ。よし、そして、クンシャンにすると、いうことで、おっつ、ワールドレコード取りました。誰か挑戦者もと。じゃあ。